春の訪れを感じる十和田市。ここに昨年オープンした一軒の絵本屋さんが。絵本と散歩です。お店を営むのは福島県出身の移住者、はい、関口彩さん。これ知ってる？電車来るかな？電車出るかな？どこかな？毎回一組限定の絵本屋さんです。来るかな？来るかな？お子さんの顔とか、それを見てるお母さんもニコニコしてる、そういう瞬間見てる時がもう本当にお店をやってよかったなと思う瞬間です。この日遊びに来ていた川村さん、息子の吉春くんも大好きな場所だと言います。好きなものがてんこ盛りで、あやさんも好きだし、絵本も好きだし、面白いおもちゃもいっぱいあって、心穏やかに過ごせる空間、時間っていう感じです。あやさんが十和田市に移住をしたのは2年前。もともと福島で介護士として働いていたあやさん、利用者とのコミュニケーションに悩む時もありました。好きな絵本教えてもらえませんかとか、おすすめの絵本教えてもらえませんかっていうふうに声をかけることができるようになったので、引っ込み思案だった自分を変えてくれる、そういった存在でもあります。移住のきっかけは十和田市出身の夫智弘さんの U ターン。自分も新しい土地で一歩踏み出したい、そう思った時思い浮かんだのが絵本でした。いろいろなポイントで絵本に助けられた経験を思い出して、絵本を味方につければなんか自分はずっとご機嫌でいられるし誰かにも絵本、楽しい時間をお届けできるんじゃないかなと思って絵本屋を選びました。こうして昨年、念願だった絵本屋さんをオープン。店内にはおよそ300冊の絵本が並びます。中にはあやさんの思い出が詰まった一冊も。木を基調としたぬくもりのある空間に子どもも楽しめる仕掛けが、お店が人気の理由の一つです。そんなあやさんが大切にしているもう一つのこと、それが家族と一緒に過ごす時間です。じゃあいいとこ、大丈夫だ。なんかいろんなことが興味が心身で、もう昔から好きなことをなんかとりあえずやってみるみたいな感じの人ですかね、はい、3人兄弟、長女の雪乃さんは大好き。 ありがとう。本屋さん楽しい。あ、雪も楽しい、うん、本当嬉しいな。家族も大好きな新しい拠点です。この日は仕事の傍らおもちゃ作りもしている竹ヶ原さんがお店にやってきました。移住したばかりの頃からあやさんを応援する人の一人です。穏やかなんですけど、実はすごい芯があって、私も逆に刺激をもらって、今ではここに心を許せる友人もいます。楽しい方たちとの出会いがあって、その方たちに背中を押されるっていう場面も多くあり、いつもよりちょっと自分も頑張って背伸びをした状態でいろいろなことをチャレンジしているなと思ったので、絵本、そして家族と友人、みんなが背中を押してくれるからこそ、この場所でまた一歩踏み出せます。私がここにいる理由、背伸びをして挑戦できるから。